フェルディナンド・ウンベルト・フィリッポ・アーダルベルト・ディ・サボイア・ジェノバは、イタリア王国の王族、海軍軍人。サボイア・ジェノバ家の、第三代当主。第二代ジェノバ公トンマーゾとその妻のバイエルン王女、イザベラの間の長男として、トリノに生まれ、1904年9月22日に、ウディネ公の儀礼称号を授けられた。イタリア海軍に仕官し、第一次世界大戦では、 海軍大佐として駆逐艦の艦長を務め、武勇を称えられて、勲章を受けた。ヨーロッパ大陸で戦争が激化した1917年5月、経済、通商協定を結んで、イタリアへの援助を取り付けることを目的としていた、戦時施設の一人としてアメリカ合衆国を訪れた。この施設には、グリエルモ・マルコーニのほか、イタリアの政界、 在会の指導者たちが参加していた。1930年11月、いとこのビットオリオ・エマヌエレ三世王の名城として、エチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世の戴冠式に出席した。1931年4月に、父が死去すると、ジェノバ皇位を相続した。海軍で順調に出世して、提督となり、アドリア海海域の司令官に任じられた。 1938年2月28日にトリノにおいてマリア・ルイージア・ガンドル・フィディ・リカルトーネ伯爵夫人と結婚したが公爵夫妻は子供に恵まれなかった。1946年6月2日の国民投票に伴う王政廃止によりジェノバ公爵家の生員は他のサボーヤ家の人々と共に王族の身分を失った。1963年に ボルディゲーラで死去すると、自邸のフィリベルトが、サボイアジェノバケを継いだ。ありがとうございます。